はい、皆さんこんにちは。きよしチャンネルのきよしです。今回の動画はですね、今回の夏、北海道ツーリングに行きまして、持ってって良かったもの、使ってみて良かったもの、8個、皆さんにご紹介しようと思っております。はい、早速なんですが、これから、8個のうち紹介していきます。まず、8位といっても、まあ全部が全部ですね、すごくよく使ってよかったものなんですけど、まあ、順位付けをするとしたら、こちらが8位の、ものになります。私たち、まあ、YouTube もね一応やってるんですけど、撮影機材ですね。今回は自分が持ってっても、持ってったものは、こちらの、GoPro、 それと、360度カメラ、これは、インスタ360付け替えバージョン、こちらに、4K の普通の標準のレンズと付け替えることができるモデルになってます。1RS、はい、それとあとは、スマートフォン、まあ、iPhone、14の Pro Max なんですけど、こちらも、今回動画よりも、静止画ですね、写真を撮りました。本当はですね、写真の方はですね、まあ、あのちゃんとした大きな、デジカメを持っていこうと思ったのですが、やはり、タンデムのツーリングということで荷物がちょっとかさばりますので、どうしてもちょっと動画の方はこちらの方に撮りますけど、写真の方はですね、やっぱり今回このスマートフォンを、対応したということになります。でもあのプロマックスはですね、もう本当に綺麗によく撮れるので、正直言ったら夜の撮影以外っていうことで考えると、もうほとんどこの携帯一択でもいいんじゃないかっていうぐらい綺麗に今回は撮れたと思っています。はい、それと動画のこちらですね、GoPro とこのインスタ360なんですが、まあ、YouTube とかはしないよっていう方も中にはいらっしゃると思うんですが、やっぱり北海道のツーリングはですね、やっぱりその道がとてもすごく綺麗なので、特にねこの携帯で、動画を撮るっていうこともできるわけではないんですが、やはりですね、ちょっとね、落下したりだとか、そういうことを考えるとですね、携帯落として壊れたりしたら、結構ね、損害になりますし、もしくはツーリング中にね、連絡とかの手段が取れなくなるので、壊れた場合っていうことを考えると、やっぱこういう動画の機材があった方がいいかなと思います。そうですね、動画でやっぱりこう、旅の思い出を記録しておくと、まあ、YouTube にアップするかは別として、その綺麗な道がたくさんある北海道の中で、やっぱ動画で撮った方が、やっぱ迫力があるということで、今回は撮影機材が第8位となりました。自分はですね、こちら GoPro はですね、頭の上のマウント、頭の上にくっつけるマウントという形にしまして、こちらのインスタ360はですね、後ろの、ハーレーでいうツアーパックの後ろにですね、ピコッとくっつくやつがあるんですよね。それに、この自撮り棒を、まあこう延長させて、それで、後ろから撮影したっていう形になります。はい、すごく、2個の、ね、動画を、撮影できたので、今回とてもね、すごくいい動画が撮れたと思いますので、皆さん、できればですね、まあ、携帯で動画もいいんですが、こういう GoPro とかあると旅の思い出の記録になると思いますので、ぜひおすすめなので、皆さんよかったらね、使ってみてください。はい、次はですね、第7位になります。7位はですね、こちらすごい地味なんですが、ガッツマンというメーカーの、靴下になります。はい、こちら番号は ND の、01番というモデルなんですが、このガッツマンというメーカーが、自衛隊御用達の靴下を、製造販売しているメーカーでありまして、自衛隊の方々がですね、愛用されている靴下になります。で、私が使っているこちらのガッツマンの、靴下なんですが、先がですね、まあ普通の靴下と一緒になってます。こういう形で、で、種類がですね、たくさんあって、5本指のソックスになってたりとか、あとはすごくね、頑丈で丈夫な、自衛隊の人がね、何十キロとこう訓練で歩いたりする用の、まあ、靴下さまざまあるんですが、私のはこれ一番安い、ガッツマンのメーカーというか、型番になりますね。で、このガッツマンのいいとこなんですけど、ここの中のちょうどこの足首のところがですね、すごくここがギュッとまず締まるんですよね。はい、それと、先の方もしっかりとした何ていうのかな、まあ、ゴムというか圧着感がありまして、で、これのいいところはですね、
今回北海道のツーリングで、まあ、何百キロもねロングツーリングで走るんですけど、やっぱり足がちょっとねむくんだりだとか、もしくはね蒸れやすいっていう感じがあるんですけど、この、靴下はねすごく良くて蒸れにくくもあるし、またあの足の、さっき言ったむくみなんかも、ほぼほぼない工程で走り抜くことができました。それとですね、こちらの靴下なんですけど、もう一ついいところがあって、ずれにくいんですよね。すごくバイクに乗るときに、まあ、ブーツを履くんですけど、ブーツを履いたときにですね、まあ、この足からこのずり落ちてこないんですよね。履いたときにすごくこの一定のところをしっかり保ってくれるので、ブーツを脱いだり履いたりするときも、こう普通の靴下だとねずるずるずるって脱ぎやすくなっちゃうんですけど、この靴下はねそういうことがなくて、まあ、全然全くないってわけではないんですけど、すごくずれにくい靴下となります。はい、これ、3足で1000円ちょっとぐらいだったと思うので、そんなに高くないので、皆さんこの靴下すごく自分はおすすめしたいなと思っております。はい、はい、次はですね第6位となります。第6位はですねこちらの、ロックスタップという商品になります。ロックスタップ、多分皆さんもご存知だと思うんですけど、荷物をですね固定するときに、こちらの輪っかに、こういう形で、通して、でまたこちらの方の方にも輪っかをつけて、固定させて、それで、こちらで荷物を挟み込んで、ここでこういうですねカチンとつけて、それで、こちらの方の長い紐のこちらの方ですね、こちらの方でこうギュッとテンションをかけていく商品になります。でこちらがゴムになってて、すごい硬いゴムなんですよね。でこれでテンションがしっかりかかって、荷物が、ほどけない、ね、荷物を固定させるという、品物になります。はい、で私これはですね荷物を固定する際にももちろん使うんですけど、今回北海道ツーリングの、での使い方はですね、うちの長女をですねこのロックスタップで、まあ、変な話ベルト代わりに今回使させていただきました。まあ、ベルトといってもね、いろんなメーカーからタンデム用のベルトが出てるんですけど、まあなかなかちょっとうちの長女はですね結構体側つきが大きいので、やっぱ子供用となるとちょっと難しいんですよね。ただやっぱり、ちょっとうとうとしたりとかするときですね、ちょっとやっぱり怖い部分がありまして、それでどうしようかって考えたときに、このロックスタップを、後ろのまあそうですね、タンデム側のところの固定のねところにこうホールドさせて、でこれを、まあ、長女の、まあそうですね、胸あたりのぐらいのところでこうカチャンとつけさせてですね、それでテンションをかけて、まあ、娘の、まあ、胸あたりの、ね、方でねロックさせて、それでこうギュッとテンションをかけて、まあ、タンデムのところにこう安全ベルトじゃないんですけど、まあ、シートベルト代わりに今回は使うっていう方法で使わせていただきました。はい、もちろんですねこれ荷物の、固定にも、すごく便利な商品なので、ぜひこちら皆さんおすすめだと思います。はい、次の商品ですはね、ハーレー純正のドリンクホルダーになります。はい、こちらハーレーの純正のドリンクホルダーで、サドルバックのですねガードにつける商品となってます。こちらの商品はですね、サドルバックガードのところにカチンカチンとですね、ボタンでつけれるようになりまして、まあ、革でできてるんですけど、まあ、ドリンクが一つ入る、それでもう一つですね、ドリンクがもう一本入る隣にですね、チャックでですね、まあ、小物入れみたいになってるんですよね。だから、まあ、要は2つものが入るっていう、まあ、ドリンクがあったら2本入るっていう感じなんですけど、この今回北海道ツーリングで使った際にですね、この2つドリンクが入るっていうのが素晴らしく便利だったんですよね。まあ、夏の今回のツーリングすごく、北海道もすごく暑かったので、水分補給がねスムーズにできるっていうことで、とても今回のこのドリンクホルダーがすごく役に立ったと思いました。このドリンクホルダーが第5位になります。第4位になります。第4位はですねこちら、ちょっとねこちら娘のやつでちょっと可愛らしくなってるんですけど、まあ、これもねうちの奥さんから借りたんですけど、水筒です。今回のツーリングでこの水筒がすごく役に立ちました。
なぜかというとですね、もう灼熱のツーリングでとにかく30度超えが当たり前常識となっているツーリングの中でですね、普通にコンビニでですね、まあペットボトルを買ってですね、まあ飲むんですけど、まあ余りますよね。で、まあドリンクホルダーに入れとくんですけど、もうすぐねお湯のようにあったかくなっちゃうんですよね。やっぱ水筒って氷が入れられるんですよね。で、氷が入れられることによってやっぱりいつでも冷たい、まあお茶でもそうですけど飲めるっていうのが、まあこれ当たり前なんですけど、が一つ。今回のツーリングでまずこの水筒が何が良かったかっていうと、もう一つはこの大きさなんですよね。これちょうどまあ高さがだいたい20センチちょっとぐらい、22、3センチぐらいで、直径がだいたい5、6センチぐらいの、まあ、水筒なんですけど、今回役に立ったのはですね、このワンタッチのこういう蓋が開くタイプなんですよね。こういう形で。で、これがなんでかっていうと、やはりそのさっき言った信号待ちとかでもうちょっと喉乾いたなって言った時にすぐスパッとして飲める。途中が一つ。やっぱりこのワンタッチのやつじゃないと一回こう開けて飲まなきゃいけないので、さすがにですね信号待ちとかではちょっとできないんですよね。さすがにやっぱりこのワンタッチ式のこの水筒が、これは今回はすごい神だと思いました。はい。それと今回ですねツーリングにですね、まあ娘のと、まあ私ので2つ持ってったんですけど、皆さんも、ソロのツーリングでもそうなんですけど、この2つ持ってくっていうのはベストだと思います。で、なぜかというと、まず1つはですね、コンビニで売ってるロックアイスなんですけど、コンビニで売ってるロックアイスのちっちゃいサイズがあるんですよね。プラスチックのなんていうのかな、こういう四角いケースの中にちっちゃく入ってる、まあ氷がロックグラスが売ってるんですけど、それがですねちょうどこの水筒分2個がちょうどほぼほぼぴったりカンカンで、そのロックアイスが入るんですよね。で、1つだけ持ってっちゃうと途中で氷がなくなった時に、途中でコンビニでそのロックアイスを買うんですが、余っちゃうんですよね。余ったら結局持つものがないと結局捨てることになっちゃう、もったいないので、2つこの水筒があることによってまず、氷が無駄なく2つ分入れられるということが1つ。それと2つ目なんですけど、最近夏限定でコンビニでですねよく、麦茶のペットボトルが売ってるんですけど、だいたい最近の、夏売ってる麦茶とかお茶系っていうのはだいたい500のペットボトルよりももうちょっと容量が多く入ってるんですよね。だいたい630とか650ぐらいの大きさの、まあ、夏場ペットボトルのお茶が売ってまして、で、その650、60ぐらいのペットボトルのお茶がですねちょうどこれ2つ分ちょうどぴったしカンカンに入るんですよね。その氷を入れた状態でですね。それなので、まあ、ペットボトルの方も無駄なくこちらの2本分入れられる。そしてなおかつ氷も溶けない。それでいつでも、冷たいお茶もしくは水分がですね、飲めるということでですね、まあ、本当にこの灼熱の今年のツーリングの中で、大活躍した商品であります。